そうですね。多分そういう話だとは思うんですけども、問題はここで難しい番手が何番だったのかっていうところがすごく重要になります。で、基本的にはやっぱり物を遠くに飛ばすゴルフのゲームになると、まあちょっと物理みたいな話になっちゃうんですけど、どれぐらいの適正な高さがあってっていうところがやっぱ物を飛ばすには重要で、で、フェアウェイウッドの場合は特に地面から打つケースが圧倒的に多くなるので、その時に適正な球が出せないと、高さが出ないとやっぱり距離をロスしちゃうんですよ。で、特にやっぱり女性の場合ですとヘッドスピードがない。でも飛ばしたいからといってどうしても3番ウッドとか、飛ばす番手が入ってしまうんですけども、それがかえって飛距離をロスしてるっていうことがやっぱりあるんですね。だからそうすると当然難しいってなっちゃうんですよ。だけど実際に本当にその番手が適しているのかどうか、球の上がりやすさに対して最大限高さが出るのかっていうところが出るので、もしかしたらもうちょっと下の番手、5番ウッド、7番ウッド、9番ウッドとかだったらすごく上手に打てるっていう可能性があるので、フェアウェイウッドイコールではないっていう感じなんですよね。もう具体的に本当に何番ウッドが難しいとか、正直言ったら僕自身もやっぱ3番ウッド、あんまり僕も球が上がるプレイヤーではないので、基本的には球が上げられれば一番距離が稼げるから、3番ウッドだとちょっと逆にロスしちゃうんで、今は4番ウッドだったり、まあ5番ウッドでも一番自分の中では最大の距離が打てる状態なので、そこはねやっぱ個人差ありますんで、ね、やっぱり存在する意味、何でもかんでもロフトが立ってるものが飛ぶかって言ったら、極論を言うとそんな極端な話言ってもさってなるけど、じゃあセカンドショットドライバーで打てばいいんじゃないかっていうところを、皆さんちょっとそれは無理でしょっていうのと、まあ同じような状況ですよね。やっぱりドライバーが一番距離が出せると思ったら、じゃあなんで地面から使わないのかってなると、いやティーアップしてないから無理だよねってなれば、3番ウッドのロフトだって同じようなことは起きてしまうので、まあそういうふうにちょっとね、極端な例になっちゃいましたけど、理解して道具を使うっていうことも重要かなとは思いますよね。ロフトが少なければ飛ぶっていうのは確かにそう正解でもありますけれども、さっき言ったみたいに飛ばすために必要な高さが出ないものはかえって飛ばないので、そこをご理解して、クラブセッティングをしていくともっとゴルフが楽にもなりますしっていうところはあるかなと思います。